こんにちは、キララ社ラジオです。先週から音声配信を始めました。途中ロボホンが隣でお話し始めたり、ヒメウズラが叫んだりしますが、気にしないでください。ラジオなのでジングルを作ろうと意気込みましたが、時間がないので取り急ぎキンコンカンコンの鐘の音にしちゃいました。そのうちゆっくりオリジナルを考えてみたいと思います。この鐘の音、ウェストミンスターの鐘と呼ばれるものです。ウェストミンスター宮殿はイギリスにあり、この宮殿の時計とビッグベンの名前の方が有名でしょう。キンコンカンコンのメロディーはビッグベンが告げる時の鐘のメロディーです。鐘は15分ごとになるのですが、メロディーがそれぞれ異なり、今回キララ社ラジオで採用し、以前はいろいろな学校などでも使われていた四分の五拍子4小節のメロディーは小時、つまり1時、2時、3時に流れるものです。正式には最後にボーンボーンと時を告げる鐘が鳴ります。さて、キララ社ラジオ。2回目の今日はアフリカヤマネのお話です。前回は生き物と暮らすことについて話してみました。そこではヤマネと言っていたのですが、正確にはアフリカヤマネのことです。アフリカヤマネはハムスターより一回り小さく、分類は齧歯目ヤマネ科です。顔はまるでネズミ、ふっさふさの長い尻尾を持っています。イメージ的にはネズミとリスの中間という感じ。尻尾をよく見るとカッターナイフのような線がいくつか入っていて、そこから簡単にちぎれます。捕食者から命を守るための体の仕組みですが、リスと同様、一度ちぎれた尻尾は復活しません。短い尻尾もまた可愛いのですが、尻尾は素早く走ったりジャンプする際に体のバランスを保つために重要な役割をしていそうなので、野生下で尻尾が短くなったら多少大変かもしれません。寿命はハムスターよりも長く、10年近く生きることもあるようですが、平均すると5年から8年というところでしょうか。日本でヤマネというと日本ヤマネを思い浮かべることが多いかもしれませんが、日本ヤマネは1975年に国の天然記念物に指定されたため飼育することはできません。森に生きる日本ヤマネは冬眠をしますが、飼育しているヤマネに冬眠は不要です。むしろ冬眠は寒さを乗り切るための究極の方法で、それで命を落とすことも多くあるそうです。15度で冬眠準備を始めて、10度を切ったところで冬眠に入るそうです。飼育するヤマネは15度を切らないように気をつけて、上は28度を長く超えないようにして、できるだけ長生きができる環境を保持してあげてください。アフリカヤマネのペットとしての歴史は浅く、専用フードもないので、ハムスター用の総合栄養食をベースに、小動物用のおやつやゼリー、コオロギ、ミルワームなどの虫を与えます。ただし生き餌は絶対に必要というわけではなく、苦手な場合は乾燥や冷凍のもの、あるいはその成分が練り込まれているようなフードもあります。ただしヤマネは齧歯目の中では唯一盲腸がない生き物なので、繊維質を消化することができません。フードを選ぶ際には成分表をきちんと確認して 5% 以下のものを選ぶようにしてください。3月にキララ社にやってきたヤマネ。5月14日に赤ちゃんを産みました。交尾目撃日から26日目に赤ちゃんを確認しているので、妊娠期間は26日となります。とても短いです。ブリーダーさんのところでは赤ちゃんが生まれてからもオスと一緒に飼育しているということでしたが、キララ社のヤマネ母さんのウランちゃんはオスのアトム君が巣箱に入ろうとするととても怒っていたので、赤ちゃんを確認した後はアトム君は別のケージに引っ越してもらいました。
年齢的にはアトム君の方が半年年上ですが、先にウランちゃんが暮らしていたケージに後からアトム君が来たことでウランちゃんの方が強そうでした。単純に性格の問題かもしれませんが、それからアトム君を販売していたブリーダーさんはカム子だとも言っていました。生まれてから1年以上過ぎていた子なので、そこから人慣れさせて一緒に遊ぼうとは思っていなかったためあまり気にしませんでしたが、噛み癖のある子もいるということは覚えておいた方が良いかもしれません。ちなみにウランちゃんともう一匹いるコバルトちゃんは噛み癖はありません。コバルトちゃんはウランちゃんより5ヶ月年下で、キララ社にはアトム君と同じイベントでお迎えしました。来た時はまだ大人になりきってはいなかったので、来てから1週間後、環境に慣れてきた頃からほぼ毎日握る訓練をしています。さて赤ちゃんですが、生まれた時にはピンク色のグミみたいで、目の部分は黒いのですが、まだ目は開いていません。やがて背中の部分にだんだんグレーの毛が生えてきて、約1週間で目が開きました。ここからの成長が凄まじく、動きはどんどん速くなり、昨日は降りられなかった段差を今日は降りられるというように、20日ほどで親たちとほぼ同じ生活ができるようになりました。育ち盛りでお腹が減るのか、昼間も出てきてご飯を食べています。そこで手渡しでおやつを渡すと受け取りに来ます。大人たちは無理やり起こさない限り起きてはきません。ネットでは手を出すと寄ってきて飼い主の体を駆け回る動画や、手の上で美味しそうに餌を食べる様子がたくさん投稿されています。しかし実際のところ、ヤマネは懐く動物ではありません。人に慣れさせるためには、できるだけ小さい時から手渡しでおやつをあげたり、毎日握って手に慣らす訓練が必要です。個体によっては噛み癖があったりする子もいます。匂いは少なく、鳴き声も小さいので、その点では飼育しやすいと言えると思います。完全な夜行性なので、昼は巣箱に潜り込んでいて、無理やり巣箱を取り除いたりしない限り姿を見ることはできません。25度を保っているキララ社実験室で飼育をしています。実験室ではだいたい日の出から日没まで仕事をしています。日の出に合わせて出社し、日没とともに退社しているわけです。夜間は見守りカメラで観察しています。日没とともにカメラのモードが暗視に切り替わるくらいのタイミングで、山では活動を開始しています。しかし昼間でも無理やり起こしておやつをあげてみるのも楽しいです。頻繁にやると寝不足になってしまうため、1日1度、ある程度時間を決めてやってみてください。一般の家庭ならば、夕食後、部屋の照明を少し暗めにしてから、無理やり起こしたらいいかと思います。そのまま就寝時刻まで山根を観察したり遊んだりすることができます。ただし覚醒している時間はとてもすばしっこいので、ケージの掃除は昼間に、餌の交換などは彼らを起こす前に済ませておいてください。逃がすと捕獲が大変だという情報が多いですが、これについてはケージの掃除を昼間、山根が眠っている時間帯に行うことでほぼ回避することができます。逃亡防止のためにプラケースでの飼育を推奨している人もいますが、回し車や登りにブランコなど運動できるものをケージの中に入れてあげると元気に動き回ります。そのためプラケースではちょっとかわいそうかもと感じています。大きなケースでいろいろ運動できるものが配置できれば良いかもしれませんが、それらを伝わって上まで来て蓋を開けた時に出やすいのであればプラケースの意味はありません。回し車は大好きな子とそうでもない子がいます。ケージに隙間があるものだとそこから逃亡できるので、基本的にはアクリルケージをおすすめします。水は給水器が清潔なのですが、そこから飲めない子もいるので、合わせて置き水も用意してください。置き水は夜の間にかなり汚れますので、朝一度新しいものに交換します。昼間にほぼ出てこないのですが、一応です。
夜に再度交換します。給水器から飲めるようになったら置き水は撤去します。夜間に遊ぶとき、ハムスターやフクロモモンガはヘアンポーといって部屋に出して遊ばせることがあります。しかし山根でこれをしようとするのはかなり危険かと思います。瞬間移動かと思うくらいのすばしっこさで、亀なども平気で駆け上がります。小さいのでどんな隙間にも入り込むことができ、基本臆病なのでビビって出てこない。それで捕獲するための罠などが必要になってしまうというわけです。どうしてもやってみたい場合は、ある程度慣れてきてから蚊帳を用意してその中で遊んでください。蚊帳んぽと呼ばれています。慣れさせるためには、こちらに興味を持って見ているときにゆっくりおやつを手で渡します。最初は巣箱から顔を出したくらいで、鼻先におやつを持っていくと手を出して受け取ります。外に出ているときにもおやつをちらつかせれば寄ってきます。寄ってこない子には近くまで持っていきます。だんだん近くまで持っていかないようにして、向こうから近寄るのを待ちます。さらには手のひらにおやつを乗せて手を差し出します。時々指先を甘噛みすることもあります。手を動かさないようにして、噛んだら ゆっくり避けるようにすれば、強く噛まれることはほぼないと思います。また慣らす訓練として、昼間眠っている時に握るという荒技もあります。両手で積み込んで暗くしてそのままにします。手が温かければ基本的に眠いので、そのまま眠ってしまうこともあります。指で頭から背中を撫でてあげると気持ちよさを覚えてくれます。ただ無理やり握ると噛まれる場合もあります。アフリカヤマネ、小動物としては飼育難易度は高いかと思いますが、飼ってみたいと思われた方はご相談ください。ブリーダーではないので販売はしていませんが、繁殖させた時にはできるだけ人慣れの訓練をしてから差し上げます。さて、来週は生物から少し離れて鉱物のお話、イリノイ州とニューメキシコ州ビンガムのホタルイシについてお話しします。鉱山の歴史とか特徴とか、合わせて八面体壁界についてもお楽しみに。それでは、 See you again! Have a great weekend! Bye-bye!